金槌を打つ音がどこからかかすかに聞こえる。真昼と夕方の狭間の時間、この町は静かすぎてずっと遠くの音までが風に乗って耳に届く。カンカン、カンカン。町役場を出、湖を見下ろす坂道をとぼとぼと歩きながら、音に合わせて固い木に突き刺さっていく釘の姿を俺は想像する。暗く狭い木に押し込まれ、やがて錆びついていく鉄の釘。多分神社で秋祭りの準備をしているんだ。道沿いに並べられた木造りの灯籠を眺め、俺はぼんやりとそう思う。じゃあ後でな、と子供の声が上から聞こえ、俺は顔を上げた。坂の上でランドセルの子供たちが手を振り合っている。うん、じゃあ後でお祭りでな。神社の下で待ち合わせな。そう言って友達と別れ、男の子と女の子が俺の方に駆け下りてくる。小学校半ばくらい、四つ葉と同じくらいの年回りだ。落下地点は神社。行っちゃダメだ。俺の横を駆け抜けようとした男の子の肩を思わず俺は掴んでいる。町から逃げて、友達にも伝えて。俺の腕の間で知らない子供の顔がさっと恐怖の色に変わる。 なんやあんた。思いっきり手を払いのけられる。俺は我に帰る。お姉ちゃん。声の方向を見るとランドセル姿のヨスハが心配顔で駆け下りてくる。二人の子供は逃げるように走り去っていく。こんなんじゃダメだ。これじゃ不審者だ。ちょっとお姉ちゃん、あの子らに何したん？飛びつくようにして俺の両腕をつかみ、顔を見上げて四つ葉が言う。でもこれから俺はどうすればいい？四つ葉の顔を見る。不安そうに俺の言葉を待っている。三葉なら、と俺は思ったままをつぶやく。三葉なら説得できたのか、俺じゃダメなのか。戸惑う四葉に俺は構わず重ねる。四葉、夕方までにばあちゃんを連れて町から出て。え？ここにいちゃ死んじゃうんだよ。ちょっとお姉ちゃん何言っとるの？大事な話なんだよ、という俺の言葉を押し戻すように四葉が必死な声を上げる。お姉ちゃん、ちょっとしっかりしてよ。目が潤んでいる。怖がっている。俺の目を覗き込むようにぐっと背伸びして四葉は言う。昨日は急に東京に行ってまうし、お姉ちゃんこのところずっと変やよ。え？違和感を俺は覚える。東京？四葉、今東京って。おい三葉。さやちんの声。顔を上げると勅使河原の漕ぐ自転車の後ろでさやちんが大きく手を振っている。ザッとアスファルトを擦る音で自転車が止まる。親父さんとの話どうやった？前のめりに勅使河原が聞く。俺は返事ができない。混乱している。何から考えればよいのかわからなくなっている。俺の話を町長は全く取り合ってくれなかった。それどころか、お前は誰だ、と父親が娘に聞いたのだ。俺がそう聞かせたのだ。俺が三葉に入っているからダメなのか。では三葉は今どこにいる？三葉は昨日東京に行ったのだと四葉は言う。なぜ？昨日とは一体いつだ？おい三葉？と、いぶかしげな勅使河原の声が聞こえる。お姉ちゃんどうしたん？
とさやかが四葉に聞いている。三葉はどこにいる？俺は今どこにいる？もしかして。俺は視線を上げる。民家の向こうにこんもりとした山の輪郭が重なり、そのさらに向こうに青に霞む山の稜線がある。俺が登った山、山の上の御神体、口上酒を飲んだ場所。湖からふわりと冷たい風が吹き、短くなった三葉の毛先を揺らし、まるで誰かの指先のように髪が頬をそっと撫でる。そこにいるのか。俺はつぶやく。え、なになに、あっちに何かあるん？四葉とさやちんと勅使河原も揃って俺の視線を追う。三葉、お前がそこにいるのなら。弟子、ちょっと自転車貸して。言いながら、俺は奪うようにハンドルを掴む。サドルにまたがり、地面を蹴る。え、おい、ちょっと三葉。サドルがやけに高い。俺は立ち漕ぎで坂道を登り出す。三葉、作戦は？遠ざかる俺に、なんだか泣きそうな声で勅使河原が叫ぶ。計画通り準備しておいてくれ。頼む。しんとした街に俺の大声がこだまする。体から切り離された三葉の声が山と湖に反射して、ひととき大気に満ちる。俺はその声を追いかけるようにして全力でペダルをこぐ。